ケイマン諸島。ケイマン諸島でケイマンよ。ね。あとは想像に任せますから。え？あ、ワニラボーイ。ケロ？ケロどうしようも。ケロはもうしょうがないよ。入るやつだから。で、なんかそういう風にさ、暴れればみんなが構ってくれると思ってるわけじゃん。全然違うよ。あいつの手ではそうだよ。なんかこうやってもう悪口を、なんか変なさ、それでもいいのよ。お前さ、って言って呼び出されて、人が来るわけじゃん。はい、すいません、すいませんってなるわけじゃん。ね、どうせ謝るだけじゃん、あいつなんか。で、そうやって人を誘ってんだよ。あいつのもう魂胆も見えてるから。ね、誰も相手にしないのが一番いいんだよ。ああいうやつは。あいつも超小物じゃん。あいつの名前とかわかんねえもんだって、俺も。高谷と同じ名前だったから、高谷博之って言うじゃん、あの世界チャンピオンがさ、AGB のね。ねえ、ねえ、内藤豊って言われた時に、あの、こっちの、豊作の豊かみたいなさ、感じだったのよ。そしたら、あの、衣編の、で、谷で、あの豊かって言って、二人と同じ名前なんだよねって言って、あ、そういえば、小林ってやつがいるの、小林、あの、そいつアウトサイダー出てるじゃん。宇田川警備隊小林って入れると出てくるの、そいつラーメン屋やってんだけど、この辺でね。5、6軒さ。で、これで7軒目ぐらい、また、蒲田の東口かなんか出したでしょ。で、俺がなんか言ってたじゃん、去年。そいつと同じなのよ。あ、クリスありがとうございます。うん。行ってきます、ありがとうございます。それで、ね、あ、宇田家にもいるよって言ってさ、衣編の、つってさ、それで俺がちょっと呼んだのよ。あ、小林やつってさ、そしたら、そう、あ、小林、それで、そう。で、小林知ってるとか言ってた、高谷と内藤がさ。ね、ケロがね。で、それで、なんかちょっとだけ覚えてたみたいなさ。ちょっとだけね。うん。見てわかるじゃん。だってケロなんて。別にそんな、お前頭張んねえだろって。顔に出るから、やっぱ頭張るやつっていうのは。ね。顔とか風邸、こう、出るよ。うん。うん。